阪神3年目ファンの岡留秀隆がプロ初セーブ。 DeNA 後6阪神21日、横浜阪神の岡留秀隆投手24がプロ初セーブを挙げた。佐藤輝明内野手25ノーヨークへの本塁打で勝ち越した直後、6-5の10回に7番手で登板、クリーンアップと対戦する緊迫した場面だった。先頭の3番佐野朝日に抑え、4番オースティンは空振り三振、最後は宮崎を3ゴロに抑え、三者凡退で試合を締めた。首位巨人との差を2ゲームとし、直接対決に挑む。ここ2戦の登板で岡留選手が対戦した打者は、石川、細川、佐野、オースティン、宮崎選手、岩崎、ゲライシー、キリシキ選手たちですら打たれる可能性がある選手5人を完璧に抑えましたからね。すごいことですよ。ヒーロー級の活躍です。このプロ初セーブはめっちゃ価値があると思う。優勝を争う負けられない試合で延長1点差、しかもビジターであの佐野、オースティン、宮崎を抑えたのだから。地味に岡留は9月に入って5試合投げて、被安打0、四死球0なんですよね。球数も少なくテンポもいい。これが8月頭にハマスタで打たれて泣いてた岡留と思うくらい。1点リードを守って逃げ切りたいところで、相手は強打者が並ぶ場面、よく抑えてくれましたよね。本当にありがとう。今日に限らず最近は良い内容の登板が多いと思ってます。初セーブもついて何より、これからも活躍が楽しみですね。岡留選択がどうなるかと思ったが、春先の良い状態に戻してきてのこの結果は本人も自信になるだろうし、チームとしても枚数増えたのは大きい。明日から再起、高橋で連勝、アレンパ期待します。こんなに痺れる9月最高だよ。ありがとう。初球のまっすぐを見てこれはいけるなと思った。顔つきから自信に満ち溢れてるし、コントロールも良くなってきた。今日のピッチングは来年以降につながるナイスピッチングだね。岡留の打者に向けた鋭い視線は、戦う相手は自身の緊張ではなく相手打者なんだという気概に見えたよ。ゲームセット時のホッとした表情との対比が大仕事をやった感として伝わってきた。プロ初セーブおめでとうございます。緊張する場合、四球出さずに向かっていって成長を見せてくれました。来年はクローザーも夢ではないですよ。よかったよかった。前日の試合も B3 岡山たぎさせず、岡留を回答から投げさせておけば得意は残ったが、それはさておき、ナイスピッチング。明日からも頼んます。大仕事をやってのけましたね。現地の阪神ファンも大興奮でした。初セーブおめでとうございます。ここに来てあんな痺れれる場面であの連中を抑えたことがめちゃくちゃでかい。これからああいう場面で使えたら最高やな。最近調子を上げてきて良い仕事してます。岡留と富田は僅差の勝ちゲームで十分いける。1点じゃ安心できない。横浜クリーンナップには散々やられてきたし、という不安を一瞬で不思議。素晴らしい。今日の岡留の内定はものすごい価値ある。明日からチームはさらに加速していける。ドラフト5位でよく獲得できたもんだ。これからかなりの戦力になりそうですね。岡留、富田の成長に期待。キリシキ、石井の代わりになってほしい。今日で岡留も自信になったんちゃうかな。貴重な戦力やもんな。ここに来て岡留覚醒はでかい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。